都営バス早稲田営業所。都営バス早稲田自動車営業所は、東京都新宿区西早稲田に所在する、都営バスの営業所である。営業所記号は、t ナンバーは、ネディマである。管轄下に、大梅支所を置く。かつては、杉並支所も管轄下にあったが、2009年4月に、小滝橋営業所の管轄に変更された。都営トロリーバス富山無機上電車営業所を引き継いで、 開設された都営バス、渋谷営業所と山市所の移転、昇格により、1971年、昭和46年12月1日に開設された。敷地は、都電早稲田電車営業所の跡地を利用したもので、早稲田大学早稲田キャンパスの北側に位置する。担当路線は池86、上58、早77の3系統で、都営バスの営業所、支所の中で、 担当路線数が、馬支所と並び最小の車庫だが、いずれの系統も、運行本数が多い。すぐ近くに、都電荒川線の早稲田停留場があり、同線の定期乗車券も販売している。早稲田から新目白通り、音羽通り、忍ばず通りを経由して、上野松坂屋に至る路線。都電第六次撤去で廃止された20系統。 江戸川橋須田町の代替として1971年、昭和46年3月18日付で誕生した520系統。その後1976年、昭和51年3月1日付で上野須田町間が短縮され現在の運行区間となった。同系統の他に上69系統が並行するが、同系統が 江戸川橋上の間で新目白通りと春日通りを経由するのに対して、東京島は新目白通りと音羽通りを走り、五国寺から山手線の内側、忍ば通りを走る路線である。ただし、朝の早稲田、車庫上の間の階層は、上69系統と、道ルートを走り、上の松坂屋へ向かう。主に明治通りを経由して、早稲田と新宿駅を結ぶ路線。 西早稲田早稲田及び日清食品新宿駅西口では、往路と袋で経路が異なり、前者に関しては、わせだ駅は、早稲田鶴巻町西交差点経由、新宿駅、西口駅は、関四通り経由、校舎に関しては、わせだ駅は、明治通り、新宿通り、経由、新宿駅、西口駅は、御園大通り、安国通り経由となっている。休日は、 始発から十七時代まで、早稲田方面も歌舞伎町経由となるため、新宿駅東口と新宿伊勢丹前には停車しない。その歴史は、終戦後の1946年、昭和21年3月15日開通の初代4、系統に始まり、当初は小滝橋営業所が担当した。その後九百五十年、昭和十五年には一多十七系統から分割した渋谷駅。 新宿大岩慶線を統合して、早稲田新宿駅渋谷駅の2系統となったが、1956年、昭和31年に短縮され現在の運行区間となる。さらに、1972年、昭和47年11月12日に新番号化され早77系統となった。1974年、昭和49年9月22日には、 富山市所時代の一時期担当していた和稲田営業所に遺憾、代わりに、和稲田担当だった上69系統が、小滝橋営業所に遺憾の上、小滝橋社庫へ延長された。2003年6月18日から間4通りの、共用開始に伴い、飯64、上69系統と共に一部経路を変更し、グランド、坂下経由から、関線園公園前経由とする。 2008年6月14日の福都新線、開業時に大幅な減便が行われた。以前は、宿74、秋76系統が、新田浦、現日清食品前から南に向かって、左の場一発、漁園大通り経由で、新宿五丁目東交差点を右折していた一方で、早77系統は、明治通り本線を直進し、新宿五丁目交差点を右折していたが、 後年早77系統も新宿駅方面の他、系統と同じように、巨円大通り経由にまとめられている。池袋駅から明治通りを経由して、渋谷駅に至る路線である。出入り便は主に早稲田池袋駅便で、早稲田渋谷駅便の本数は少ない。福都新線開業前は、山手線市商事の代替輸送機関としての役割も持っており、 2006年4月24日の山手線普通事故発生時には周辺の営業所を含めて車両19台を投入して増発を実施した。1968年昭和43年3月31日限りで廃止されたトロリーバス102系統品川駅池袋駅のうち先行廃止された区間を除く渋谷駅。 池袋駅間の代替路線602系統として開通した。なお先行廃止区間は品川営業所と東京急行電鉄、現、東急バスの共同による100系統、現、半96系統及び東京急行電鉄の品川区役所線、現、品川線が代替となった。開設4年後の都電台7次撤去と同時に、 池86系統へと故障を変更。その後、1978年、昭和53年には、池袋サンシャイン式が建設されたことで、池袋サンシャイン式に一時乗り入れていたが、サンシャインのターミナル使用量と利用客などの兼ね合いから1990年7月に、池袋側の奇襲店を東池袋4丁目に変更した経緯がある。東池袋四丁目では、 有楽町線東池袋駅や都電荒川線東池袋4丁目停留場に近い交通局の折り返し所、もともとは大塚電車営業所の発出所用地だった場所で折り返していた。東池袋4丁目行きの方向幕は池袋駅東口、東池袋4丁目と表示されていた。神南1丁目交差点渋谷駅東口。 神宮前6丁目間は早81系統と経路が重複し、早81同様を渋谷交差点を左折する。2003年、平成15年1月、利用客の少ない池袋駅東池袋4丁目を大幅に、現回し、池袋駅止まりの運行が中心となったが、池袋駅のバス停をグリーン踊り側に設定したため、 南池袋三丁目 Y ジロを右折するルートを取ることとなり、ダイヤの乱れを助長させた。そのため、2005年3月28日で朝夕を中心に再び増改を行う。2008年平成20年6月14日、完全に並行する東京メトロ副都心線が開業した。このため、東京都は池袋駅東池袋四丁目間は廃止。 神宮前6丁目渋谷駅間が新宿支所の早81系統と同様に循環され本数も大幅に削減された。しかし、高齢者や地下駅への移動が困難な利用者からの要望もあり、また減便後の混雑も著しいことから2009年4月の改変時のダイヤ改正で日中を中心に増便されている。早稲田池袋間は回送運転便も多く、 新目白通りから高飛橋交差点を経由して、明治通りへ行っており、東池袋四丁目運転時は、音羽通り、五国寺経由で改装していた便も、多数あった。早稲田行きの場合、車内表示機では、早稲田行きの表示が、早稲田車庫行と表示されるほか、全面行き先表示機の早稲田行きの表示にも小さく、早稲田車庫と入る。2018年、 平成30年4月1日、28年ぶりに池袋サンシャインシティへの乗り入れが復活した。都市幕役所新庁舎へのアクセスの兼ね合いや、防災公園の整備による、都市幕からの要望でもある。この路線は2004年から2009年まで、新宿支所が、トレイチ系統の一部を受け持っていた際、新宿車庫新宿伊勢丹新宿4丁目、表参道渋谷駅間を、 営業運転の形で出入校を行っていた。現在は、系統番号のみ、支部88出入系統に変更されている。深夜バスの普通時刻の運転便に付けられていた、系統番号で、運賃が倍額にならないためにこの番号とされた。早稲田から、池袋駅東口まで、池86出入系統として出向後、新宿駅西口を往復しそのまま、 深夜09系統ミッドナイト25として、同区間を往復運転後、新宿駅西口、池袋駅東口から、早稲田駅となり、早稲田車庫へ入庫していた。深夜バスの廃止で、自動的に本系統も廃止になった。2008年6月13日をもって東池袋4丁目、池袋駅東口間が廃止された。都電39系統の代替路線。当初は、 小滝橋営業所が担当し、1972年、昭和47年3月1日から早77系統との交換で一時期担当していた。その後1974年9月22日に小滝橋社庫へ延長の上、小滝橋営業所に再移管、早77系統が、早セ田営業所に戻っている。池86出入系統と早77系統を、 組み合わせた系統で、1989年、平成元年12月15日に開業したものの、都営の深夜バスとしては最も早い1996年1月4日に廃止されている。早稲田車庫の正式な停留署名は、早稲田であるが、この深夜バスの運転されていた時は、池86系統と、深夜霊9系統の方向幕は、池86早稲田車庫。 MN25 早稲田車庫を表示していた。現在は池86出入系統に限り、池86早稲田、早稲田車庫となっている、上58、メッシ64、早77系統は、早稲田表示。トロリーバス104系統の代替路線として1968年、昭和43年3月31日に開通した。1971年、 昭和四十六年三月十六日をもって、滝野川営業所に移管。翌ん。九百七十二年、昭和四十七年の系統番号整理で、草十四系統なる。その後九百八十年、昭和五十五年四月四日の滝野川の移転で、北営業所へと引き継がれ、市村営業所廃止の九百八十二年、昭和五十七年三月二十九日付で、菅も営業所に、 間、2006年、平成18年4月1日から4年間は、南千住営業所との共感だった時期がある。現在は、浅草地区の幾多にわたる、経路変更を経て、池袋駅浅草かり門南の路線となっている。新目白通り上に、グランド坂下、早稲田のに停留所が設置され、標柱ごとに付けられる乗り場番号は、投資で設定されている。 発着系統は以下の通り、カッコ内は乗り場番号楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。